神奈川県庁舎は、神奈川県横浜市中区日本台通に位置する神奈川県の行政機関が入居する建物である。本庁舎、新庁舎、文庁舎、第二文庁舎からなり、一部部署は近隣の民間ビルに入居している。本庁庁舎は、西から順に、第二文庁舎、新庁舎、本庁舎、文庁舎と位置しており、全三社は渡り、廊下によって接続されている。 関東大震災で消失した旧県庁舎の再建にあたり、公募で当選した帯吉郎の案をもとに、神奈川県内務部により設計され、建築顧問として佐野力が迎えられた。昭和初期に流行した定管様式が取り入れられている。1926年12月4日に自震災が執行された後、1927年1月15日より、 建設に着手され、建築工事費、約275万円を費やして1928年10月31日に完成した。棟屋は、キングの塔として親しまれており、横浜税関本籍長舎横浜市開港記念会館とともに、横浜3棟の一つに数えられる。かつてこの塔は、収容塔と呼ばれており、最上階に横浜の総鎮守とされる。 伊勢山高大寺院宮の分霊が祀られていた。また歴史的建造物として、1996年に登録有形文化財に登録された。2019年には重要文化財に指定された。神奈川県庁新庁舎鉄骨鉄筋コンクリート造り、地上13階、地下1階で、坂倉純造の設計により1966年に完成した。エレベーターや、 トイレなどを中央部に配したコアシステムが採用されている。2019年12月27日付で以下の物件が国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。